皆さんこんにちは、大堀123でございます。今回もですね、アコギのすすめということで始めてまいりたいと思います。私大堀123にとっては非常に思い出深いアコギについてのお話でございます。これなんですね、高峰の DMP506SPTBS というやつです。タバコサンバーストというカラーを持っておりましてね、このマホガニーむき出しのネックから織りなすシングルヘッドですね。それが非常に印象深いモデルですよね。2008年の11月ぐらいに発売されて、僕が手に入れたのは2009年の4月の19日ということなんですね。今回のタイトルなんですけど、私大堀一二さんがこの高峰の1本目のシングルヘッドを手に入れて、今年で10年が経過したという話でございます。この大堀一二さんの活動、まあ今年で10周年ですけれども、この10年こいつと共に本当歩んできたと言ってもいいというぐらいのものなんですよ。スペックを改めて見ますとですね、スプルースの単板トップに、サイドはマホガニーの合板なんですよね。バックがマホガニーの単板というやつだったんですね。マホガニーネックなんですよね。ローズウッドの指板ですね、白鳥貝のポジションマークがついてるというやつなんですけど、644mm スケール、ブリッジはピンレスタイプのやつなんですけど、まあ、スルーブリッジという言い方もします。ローズウッドですね、高峰おなじみの2段階サドルですよね。アポロンのロゼッタも入り、それで、この黒のピックガードということで DMP のデジタルプリアンプがついてて、初期型のものがついてましたね。皆さんもご存知だと思うんですけども、TTP5156 というのが2004年に発売されてですね、その5年後に出たのがこれだったんですよね。第2世代です。ブラックカラーと差別化を図るためだったのか、このようにサンバーストカラーが塗ってあるという感じでございました。当時長渕さんの30周年におそらく合わせて作ったものだったと思うんですよね。これ100本限定だったと思う。もう手に入れた時のあの喜びは今でも忘れることができません。僕は何度かその話もしたと思うんですけど、発売から半年ぐらい経ってたんで、さすがにね100本限定だからないだろうと思って諦めかけたら、まあ、ダメ元で聞いてみた楽器店にですね、同じ系列でね、その熊本県のお店にあるよっていうのがあって、至急それを取り寄せてもらったっていうのを覚えてますね。ヒゴモッコスギターなんですよ。そんな奇跡の中でこれを手に入れることになって、初めてこいつを見て、そのちょっとしたスタジオに通されてですね、聴かせていただいたんですけど、最初にね弾いたコード C だったと思う。もうこのね C の音の出方っていうのがもう最高だった。このシングルヘッド得意のネックの握りがね本当に衝撃だったんですよね。 42mm のナット幅なんですけど、ネックのね厚さとかね、弦間ピッチがねすごく絶妙でしてね、握り込みがこんなにもしやすいのかっていうのをびっくりしました。ことに、まあ何度も言ってますけど、このグリップ式の F ができるっていうのはすごく衝撃だった、ね、これが綺麗にできるっていうのが嬉しかったんですよね。長渕さんもよくこのこうやって F に移るときになんてやりますけど、長渕さんがやってるこのグリップの F はまんまできちゃうっていうのがすごく嬉しかったっていうのを覚えています。ハイポジションでできるかもしれないと思ってね、なぜか知らないんだけど I feel fine 弾いたんです。これがすごく弾きやすくて、でこんなに弾きやすいのっていうぐらいびっくりしました。ハイポジも割とね弾きやすかったっていうのを覚えてます。コードストロークがもうすごくいい音がしてたし、3フィンガーでやってもアルペジオでやっても本当にその綺麗な音が出てて、500シリーズ定番のボディの大きさですから、座って弾いてもストラップかけてこう立って弾いてもどっちでもこう取り回しがしやすかったっていうのもあったし、ね、そしてまあこの見た目のかっこよさね、アコースティックのボディにこのテレキャスタータイプのワイルドなシングルヘッドが付いてるっていうのがやっぱかっこよかったよね。長渕さんが使ってるっていうのも当然あったんですけど、本当に攻撃的なサウンドと奏法をやりたくなるって感じでしたもんね。初めてこのギターを使ったのがその年の2009年の5月の30日のこのギターを買ったお店でなんか行ったライブだったんですよね。なんか歌って弾いたっていうのを覚えてます。その映像も確か YouTube に上がってると思いますので、ぜひ見ていただければと思うんですけど、それからもそれだけじゃなくて、例えばね自分のオリジナル曲を作るにしてもこれでやってたし、ポリ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 うちで弾いてる時もこいつでしたし、本当にねメインで使ってたもん。2015年の埼玉初遠征でも飛行機に乗せてね、本当過酷だったと思いますけどよく頑張ってくれましたね。トラインでガーッて弾いた時のあのやっぱり高峰特有の音も出してくれたし、本当に自分の高な時期から今日に至るまでいろんなことがあったけど、そんな中でもこいつがいつもなんか寄り添ってくれていたという思い出がありますね。塗装なんかも10年経ったと思えないくらいすごく綺麗に保ってます。ちょうど5年ぐらい前ですかね、いよいよネックに肩が来ましてね、初めてリペアに出してフレット打ち替えもやり、弦高も低くして
適切なセットアップをまたさらにしてですね、いいコンディションをずっと保ってくれております。ずっとそのように長らく使ってたんですけど、こいつに代わるメインも出てきだしました。この青いスイングレッドですね、やっぱりね、何かガタがあった時にはいけないと思って、言ったらちょうどいい時期にこの青いスイングレッドが出て、こいつを手に入れたっていうことがあったんです。こいつが今このスイングレッドのメインになっておりますけれども、メインはね、譲り渡してしまったこのスイングレッドくんですけれども、本当にね、10年経って今いい音出してくれるよね。結構硬い音が出るようになった、この5弦と6弦とかね。もう手に入れた時なんか全然優しい音だったんですよ。音量もこうその時と比べるとかなり上がってます、ね、やっぱ10年経ってくると、まあ経年変化もあると思うんだけれど、本当にね、音がね変わった、僕好みに変わったね、うん、このジャっていうこの音なんかも、その手に入れた時もこんな音してたけど、もっと前に出るようになってシャキッとこうキレのある音に変わりましたね。よりそのキレな音がね、この一弦一弦弾いても出るようになったし、このバズ音なんかもより良くなったね。
やっぱり弾き込むって大事なんだなと思いました。うん、まあ時間をかけてね、やっぱりアコギを自分好みの音っていうか、よりこう洗練された音にしていくにはね、長い時間をかけて、まあ弾いてあげるっていうことがいかに大事かっていうことだったということですね。僕も弦を弾いた時の音を通じて、どれだけこのトップに振動を与えるかっていうのがやっぱりものを言うんだろうな。改めて本当にこいつの音はいいなっていうふうに思ってる次第です。手に入れたギターにまたいろんな思いを馳せてみる、振り返ってみるのもいいのかなと思いますね。ということで今日はまあそんなお話だったんですけども、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回の動画でお会いしましょう。大堀123でした。それでは。